充電方法をご説明します。ドックに接続することで本体を充電することができます。本体背面の充電端子の位置を確認します。本体の充電端子とドックの充電端子を合わせるように本体をドックに取り付けます。USB ケーブルを USB 電源アダプターに差し込みます。これで充電が開始されます。ストラップの交換方法をご説明します。ストラップを外すときは本体を持ちストラップを上に引いて取り外します。本体を取り付けるときはストラップの上下を確認し、本体の溝に沿ってストラップの取り付け穴に差し込みます。取り付け後には本体の溝にストラップがしっかりと収まっているか確認します。